富士。株式会社富士は、愛媛県をはじめとする四国4県及び広島県、山口県に店舗を展開するショッピングセンターチェーンである。愛媛県松山市に本社を置く。東証一部上場、証券コード8278。1967年、昭和42年9月12日、広島市に本拠を置く。 繊維卸売業の塔は、後のアスティ、法人格は、ヨンドシーホールディングスの小売部門として、全額出資で、愛媛県松山市港町に設立した、富士一号店、宇和島店の開店は、同年10月6日。広島市の会社が、あえて、愛媛県に出店した理由は、親会社の塔和が広島を中心にして、中国地方に約2000店の取引先があり、中国地方で、 小売業を行った場合に不安と不信を与える可能性があったこと。また、東和の商券外で比較的輸送に有利な場所として、あえて愛媛県への出店になった。なお、現在もアスティは、富士の筆頭株主、アスティの持ち株会社である、4度 CHD の持ち分法適用会社であると、共に富士も4度 CHD の筆頭株主であるという。 事実上の株式持ち合いの関係にある。富士の中国地方への本格進出は1980年代以降で、その方針は1978年、昭和53年に決定したが、大手スーパーの進出で、経営不振になっていた、福山のスーパー、倉屋の支援として、富士、東和、倉屋、共同出資で、ニュー倉屋を設立し運営するなど、親会社のニ屋と、 小売業に進出しようとする微妙な立場での中国地方での営業も行っている。2018年、平成30年2月現在、複数の店舗ブランド名、口実で96店舗、愛媛県49、広島県21、山口県9、高知県8、香川県4、徳島県5を展開する。本社所在地は、基幹店舗の一つである、 富士グラン松山と同一地盤で、本部ビルは富士グラン松山と伊予鉄道大手町線を挟んだ反対側にある。2018年平成30年10月12日にイオン株式会社と資本業務提携を締結。イオンは2019年平成31年2月までに富士株式の15%を取得するほか、富士は2019年 平成31年3月までにマックスバリュー、西日本株式会社株式の一部をイオンから取得する予定。なお、神奈川県、東京都のスーパーマーケットチェーン、富士は富士シティオによる運営であり、両社の間に資本関係等は全くない。富士の展開する店舗には複数のブランドが存在しており、別名の商業施設内に展開する店舗ブランドもあるため、 構成がやや複雑になっている。店舗の詳細は公式サイトの店舗情報を参照のこと。以上2業態は2018年3月の企業ロゴ及び富士店舗のロゴマーク変更後も従来のロゴマークを継続使用していたが、同年7月から広告、ホームページ上で既存ロゴの一部、店舗ブランド名部分を新ロゴ仕様にしたロゴマークの使用を開始した。 また、完全子会社のフジマートでは、ピュアクックの店舗名で運営している。平成22年2月期決算、参考資料による。平成23年2月期、2011年、平成23年4月発表分以降は、店舗別のデータは公表されていない。各テナント以外の主な併設テナントについて記す。このかファストフード、英会話教室、理髪店や、 美容院も入居している店舗や、滞在型リゾート温泉、みなら温泉利落、アウトレットモールが併設されている店舗もある。また、同ショッピングセンター周辺には大手家電量販店、小島エディオンなど、等も並んでいる。中には、重信や正樹のように店舗内、あるいは駐車場敷地内に店舗を設営する場合も、見られる。そのうち富士グラン三原にある、エディオンは、富士が、 エディオンのフランチャイズとして運営している。また、その影響か一部のグラン、松山、重信、正ブ、新居浜などでは、家電売り場の極端な小、いわゆる、白物家電や AV 機器などは、全くなく、電池や、蛍光灯、プリンターインク等の消耗品やこたつや、ファンヒーター、扇風機といったその時々のシーズンもの、オーブンなどの小型調理家電程度しか置かないこともあり、 インクタプリンター関連に至っては、文具扱いが見られるようになった。1987年から26年にわたって、自社発行のポイントカード、F カードを発行していた、F とは、富士の頭文字 F から、2013年3月より、新カード、F 化への移行が行われ、同年8月をもって、旧カードのサービスを終了した。 新旧ともに一般的なクレジットカードの大きさ、厚みのプラスティックカードである。2013年3月1日より F カードに代わる F カという電子マネーが付いたカードを発行。電子マネーの名は F カマネー。内容に関しては F カードに準ずるが F カマネーでの購入200円、税抜きごとにボーナスポイントが付くようになっている。 例えば税8%込みで216円のものを買ったとして還元が現金払いなら2ポイントのところが F カマネー払いなら3ポイントとなる。2018年秋に自社クレジットが廃止になり、クレジット機能付きはゴールドのマスターカードのみとなった。なお、かつては、いわゆる一般的なクレジットカード機能付きのカードを Visa、JCB から選ぶことができた。 2013年8月まで使用できたカード。現金払いド期限用のポイント加算カードと、富士店舗内、及び近隣の F カード加盟店、ガソリンスタンドなどでのみクレジット払いやキャッシングが可能なカード、いわゆるハウスカード。18歳以上限定がある。両者ともに2年に1 0 0円の会費が必要である。クレジット機能付の返済については、 通常の銀行口座自動引き落とし以外にも、店頭での持参払いも可能である。さらに、2006年11月には、JCB ブランドの付いた FJ カードも発行されるようになった。ただしハウスカードとは異なり、こちらは、富士店内でクレジット払いをした場合は、F ポイントが付かず、他のクレジット加盟店と同率。 同様の提携カードの多くとは違って、優遇はないで、おきどきポイントが付与される。FJ カードを提示した上で現金払いをすれば、割引ポイントが付与される。また、年会費は、無料で、中学生、高校生専用の F カードジュニアというカードもあったが、F 会工事に廃止された。購入額百円、税抜きごとに、割引ポイント一ポイントが付与され、五百ポイントごとに、 税込み500円の買い物ができる割引ポイント券が発行されるお釣りが出ないので500円以上の買い時に使用するよう推奨されている割引ポイントの有効期限はかつてはなかったが2017年現在は有効期限発行日の6ヶ月後の月末が存在するなお2000年から2007年までは毎年3月1日から翌年2月末日までの買い物額に応じた ポイントアップサービスを行っていたが終了している。通常は100円で1ポイントだが、ほぼ毎週日曜日には5倍で、毎月1.2日の1.2歳、毎月14日から18日の月の中止などでポイント5倍キャンペーンを実施、食料品以外の多く、さらに食料品においても、特定のジャンルではたまに10倍もあるしている。二千七年の旧サービス終了までは、 プラス4ポイント、医療、電気などはたまに9ポイントもあるをプラスするセールを施していた。2002年頃までは、ポイント券を使用した部分にも再度ポイントが付与される、いわゆる、福利方式で運用されていたが、その後は付与されなくなった。2007年末頃からレジ袋を辞退すると、エコポイントとして3ポイントが加算されるようになった。ただし、 新居浜市内にある店舗の食品スーパー部門は、同市商工会議所等と締結した、レジ袋削減に関する協定により、2009年6月から、レジ袋の無料配布を中止しており、この制度が適用されない。株式会社フジマートは、広島県八日市市に本社を置く企業で、フジの100%子会社。フジが、スーパー。 富士岡の展開していた12店舗のうち10店舗を買収することを発表した後、2012年11月にスーパー富士岡の会社分割によってその10店舗を継承し、設立された。ピュアークックの店舗ブランドで広島市、2日市市、府中町に食品スーパーを展開している。ピュアークックという店舗ブランドはスーパー富士岡時代のものをそのまま用している。 なお、群馬県を中心にフレッシュコーポレーションが運営している同名の店舗、詳細は、会社記事を参照や、かつて、大阪府豊中市で同業を、チェーン展開していた同盟の会社とは、無関係である。広島市2日市市府中町、株式会社 ABC は、かつて、愛媛県松山市勝山町に本社を置き、スーパーマーケットなどを展開していた企業、オール、 日本スーパーマーケット協会、AJs に加盟していた。株式会社フジマート市国は、愛媛県松山市勝山町に本社を置く、スーパーマーケット、富士の子会社。株式会社 ABC は、愛媛県松山市内で、食品スーパーの、スーパー ABC、スーパー Z、支店、お酒のバッカスを6店舗展開していたが、近年の個人消費の低迷や、 小売業の競争激化等で景観境が悪化。2014年に富士に対して事業立て直しの協力を要請した。7月7日に富士と事業譲渡等で基本合意契約を締結。ABC の運営する5店舗の営業権を富士が新設する富士マート四国に不動産を富士の子会社の西南企画に譲渡し、9月1日より、 新会社による事業を開始。富士は ABC の店舗と店舗名をそのまま使用するほか、従業員136人を継続雇用。8月31日、ABC スーパー Z 両社による営業を終了し、9月1日より、富士マート四国により営業を開始した。株式会社富士マート四国は、愛媛県松山市の食品スーパー、ABC と、 その関連会社のスーパー Z の店舗前後店舗を継承し、食品スーパーを展開している。なお、ABC スーパー Z から譲渡を受けた店舗の土地、建物等は、富士のグループ会社の西南企画が引き継ぎ、全従業員、在庫等を、富士マート四国が引き受けている。富士マート四国への譲渡後も、店舗の屋号は変更されず、スーパー ABC のままとなっている。 かつて存在した店舗、株式会社富士デリカクオリティ。富士デリカクオリティは、愛媛県松山市に本社を置く、株式会社富士の子会社である。総菜、デリカ商品などの製造、販売等を行っている。全校以外のグループ会社は、以下の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。